異常ありません。雪村さん。おお。チャチャ様、ご無沙汰しておりました。来たのですか、雪村。はい、お約束通り必ずチャチャ様をお守りいたします。約束など。は？軍議が始まります。急ぎなさい。なんだあれ。もうちょっと喜んでくれると思ったんですけどね。あれじゃまるで初めて会った頃の。軍議に行ってまいる。まずは機内を制圧し、その上で正常する徳川の軍を迎え撃つべきと存ずる。バカな、わざわざ撃って出るというのか。さよう。関東と西国との連携を断ち、徳川軍を足止めいたします。さすれば西国の豊臣四子の諸大名も必ず。そのような危ういことができるか。大阪城は秀吉様の築かれたまさに金城鉄壁、難攻不落の名城であるぞ。無論それは承知しております。されど城の守りを過信されては。大阪城による限り徳川の軍など物の数ではない。何故自ら有利を捨てねばならぬ。茶茶様もさような暴挙は望まれぬ。そうでございますな、茶茶様。任せます。茶茶様。では軍議は籠城と決まった。方々よろしいな。茶茶様、どうなさってしまったのだ。殿、お久しぶりでございます。よかった、あなたはこちらにいてくださったのですね。うわー、渋い。いい男になっちゃって。じゃなくて。遅い、遅すぎる。あんた今まで何やってたの。面目ありません。何バカ言ってんの。雪村様のお立場を考えなさいよ。ここに来るのがどんだけ大変だったか。それはわかるけどさ、チャチャ様のお気持ちを考えると。チャチャ様はやはり私の地産をお怒りか。怒ってるんじゃないっつーの。なんでわかんないかな、この当変木。うん、わかってないのはあんたも一緒でしょ。なんで頭がそっちの方にしか働かないわけ。え、違うの。いいわ、もうこれからはしっかりやってよね。無論誠心誠意お使いいたします。ありがとうございます、カイ殿。何、何のお礼よ。そうして案じてくださるカイ殿がそばにいてくださり、チャチャ様も心強かったことでしょう。ダメよ、私なんて全然力不足。おや、熊姫が珍しくしようらしい。うっさい。関ヶ原の後本当見てらんなかったんだから、チャチャ様は。それ以来誰に対してもあんな感じだから。真田の。承知しています。今度こそチャチャ様を必ずお守りする。よし、よく言った。それじゃあこれまでのご無礼をお詫びします。真田幸村様、どうかよろしくお願いいたします。おお、おやめください、カイ殿。そのような。いえ、
けじめですから、共に茶々様をお守りしましょう。はい。俺も行くよ。家族だもんな。大阪城になかなか近づけない状態だが、近くまで弾薬を運んでくれている人がいる。弾薬ってあの出丸作りに必要ってこと？敵から奪っちゃえば戦力削げて一石二鳥じゃない？
それでこそ雪村様だよね。十分な量の弾薬。こんなにたくさんの弾薬どうすんのさ。量多すぎじゃない？いや、ちょうど良い量だ。早速戻って出丸を完成させよう。雪村様。へえ。うん。良い考えだ。大阪城は三方を川に囲まれた難攻不落の城。だが。南が手薄。その唯一の弱点をこの出城が埋める。真田丸ある限り我らは負けぬ。Thank you.